なんだここ、なんだ、チージパッパカパッパッパーってったけど今なんだ、パッパパパパパお母さん、今日は月曜日よ、9時に学校に行くわよ、準備しなさい。誰お母さん、誰のお母さんそれ何ですか、え、誰ですか、あなた、あなた誰ですかいやそこ見たことない顔ですねややこしいややこしい見たことありませんよ、あるだろ、口乾燥しませんか、ね、一番見たことあるよ多分ピノさんがこの世で何、37度5未満の場合は学校を休むことができる、熱の話じゃないこれ、体温の話、え、学校ってことはピノたちは学生ってこと、あー学生か、お母さんと住んでる学生に生まれ変わったってこと、どういうこと、お母さんは実家でしょ、ねえお母さん実家で寝てるんだけど、9時、え、お母さんどこにいるの、まずこんなホワイトボードに堂々と書いちゃって、うおなになに急に、お母さんギャル、めちゃくちゃギャル、熱だけ測るわよ、だって37度5秒の場合は微熱だから学校に行きなさい、でチロルとピノさん36度5ですね、平熱だよね、平熱だ、別にだって、ね、風邪ひいてないもんね、そうだね、元気だよね、そうそうそう、あ37度5度未満ね、学校に行こうよ、だってあー連れてかれてる、あー連れてかれてる、なになにこれ、車じゃない、車か、あすごい、あ学校に行ってるんだ、お母さん連れてってくれるんだね、いつも、お母さん乗せてってくれるの、みなさんこっちゃこっちゃ、学校行くのかじゃあ今日、学校行く、うわあ何何が起こったの、死んでしまった、死んでしまった、車の衝突事故にあった、え何、母さん前見てよ、お母さん急に来たと思ったらさ、パパパパパパ、何何何、パパパパパパパって何、何これ、え、ちょっと待って、これさっきと同じじゃないの、今日は月曜日9時に学校に行くわよ、準備しなさい、え、死にましたよ私たち、いや死んだよね今ね、え、え、なんかあるよ皆さん、何、おお、あなたたちは悲惨な未来を変えるべくどうにかして学校を休むのです、米レバンガ、レバンガって何、これさっきなかったと思うよ、え、なかった、さっきいなかったと思う、見てなかったわ、多分なかったと思う、記憶的に正しければないと思うけど、悲惨な未来を変えるべくどうにかして学校を休む、でも学校って9時に行くもんね、うん、さっき乗ったでしょ車に、うん、同じ日ってことかな、どういうこと、あ9時だった、やばい9時だ、やばい、いやレバンガの謎も解けてない、レバンガも何、何、暗号じゃない、暗号ってこと、まただお母さんが同じこと言ってる、ね、同じこと言ってるよね、ロボットかお前、強制的にほら36度5あーやっちゃったじゃん今、痛何、何、おい聞くの、もうそれできるでしょ何、学校に行こうよ、だってピノさんこれ嘘でしょ、え、まずいまずいまずい、これさっき待って、嘘嘘、お母さん、あのバカ造形ブレーキてかハンドルどこそれ、ねハンドル持ってる、ハンドルもどこです、ブレーキもどこ、あの緑の車ほら、あ車見てるほら、お宝だ、いやだからお母さん、お母さん何やってんだよ、いつも始まったパパパパパパ言ってる、だからさこれさ、これお母さんまた同じこと言ってるし、本当だ、だから同じこと繰り返してるんだって、これそういうこと、そういうことでしょ、絶対そうでしょ、なんて言うんだっけそういうやつ、あの死に戻り、死に戻り、うん、死に戻りよ、悲惨な未来っていうのもだから結びつかない、死んだことが悲惨な未来じゃないの、そうだね間違いないね、だよね、この米レバンガも謎がちょっと解けてないけど、レバンガなんだろうね、これ何かヒントの可能性あるよね、レバンガなんだろうね、まだわからないね、ちょっとまだわかんないね、ちょっと皆さんじゃあ学校休む方法探そう、そうだね、しかないと思うチロルは、なんかあるかな、学校休まないとじゃあ事故っちゃうってことだ、そういうことだ、9時に学校って言ってたから、うんうん、9時までにこう何か休む方法を探すんだよ、なるほどね、いろいろ探索しよう、いや早い早い早い、9時まずまずまず、9時になると強制的に強制的にここに連れてこられて熱測れるのよ、熱がそもそも書いてないから分かんないんだけどね、そうだね、自分の体温でも 36.5 度らしい、やばいこれだからさ、やばいって、まただって皆さん、まただよ、ちょお母さん、お母さん左からで、ね、緑色の車来るからね、未来見えるから俺たち、左から来るから緑の、気をつけて気をつけて、くるくるくる、あれ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 、あーまずいまずいまずい、ブレーキ踏んで、ブレーキ止まって、早くしろ、こーお母さん耳ない、お母さんあの人ロボットなんじゃないの、俺たちのお母さんさまずいよ、まただよ学校休むことだから皆さんで、毎回熱測ってんの覚えてるよね、そうだね毎回だよね、だから37度5以上の熱を出したらいいんじゃないのお熱を出せばいいんだ、そういうことだから学校休むのよ絶対、今ね見つけたんだけどねピノ、これ、え何見つけたの、ピンクのコートと青いコート、え絶対そうでしょこれ、どうこれ、これいいんじゃない、着る、うん、なんか書いてない、何も書いてないか、お着るだ、おーかわいいセーターだ、コートを着て暖かくなった 0.2 度上昇、えかわいい、かわいいじゃん、かわいい、チロピノ着替えました、なんかコートね、すごい汚いそうなの、あの倉庫に入ってたコート着ました今体温わかんないし、そうだよね、やばいやばいやばい、中に何かない、
37度5。うわっ、やばいやばいやばい、これまずいまずい、増えてんのかな、これ増えてたらまだあれだけど。そうだね、さっきより 0.2 度上がったらしいから。上がってないぞ。え、上がってないぞ。上がってない、どういうことだ。でこれでまた学校に行くわよでしょ。うわー、コート着たことによって何か変わるとかじゃないよね。変わるのかな。お母さんコート着てるからさ、あのちょっと遠回りしていかない、道変えない、道。ねえお母さん、また来るわ。来てる来てる、また来てる、この車にぶつかるって。お母さん、お母さん、まずまずまずコート着る、行くよ。え、なに、ペッペルペッペッペ。7時、起きてください。まずコート着よう。同じだ、やっぱり中身もほら行きました。オッケー、次違う部屋探そう。一回自分のこの起きた場所探索します。自分の部屋かな。そうそう、自分の部屋探索します。何も、いや何もないんだよね。何もないか。レバンガの謎も解けてないんだよね。そう、レバンガも、あ、なに、何これ。測定時刻9時11時3時15時体温計を測定する時刻ってこと。そういうことか、9時だもんね、うん、確かに。何か探すしかないよね。あ、なんかある、皆さん、ある、自分の体温が見られるようになる。え、体温計だ。36.5。 36.5、見える見える、これだ今の体温。あ、9時、まずい、やばい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 、これ、あ、9時なっちゃったか。なっちゃったよ。さっきまで見えなかった自分の体温が見られるようになった。あ、確かに36.5。体温計用の場所分かったね、皆さん、寝ますね。うん、オッケーオッケーオッケー、よしよし。ちょっとさっきより進歩したってことだよね、これね。体温計持ってるよ、お母さん。学校に体温計持っていていいの、これ。お母さん、お母さん、今日はな、調子悪いからやめようよ。ね、お母さん。来てるよ、来てるよ、車。来てるね、来てる。まずは皆さん、体温計の場所分かったから、体温計取りましょう。昨日コート取りに行きますね。オッケー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 、チロルも行くよ、チロルも行くよ、チロルも行くよ。はい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 。え、どこ？え、なくなった。ちょっとそれじゃなくなったね、今。投げることできないね。そうだね、投げたらなくなったね。服着れる？体温変わってる。じゃあ左手に一応持っていきますよ。はい。あ、増えた増えた。あ、やっぱ増えてんだ。あ、でも下がってる、すぐ。あー、そっか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 、少しずつ下がんのかな。あ、お母さん、さっきのところだ。失礼します。あ、電気がついた。何、電気がついた。体温が 0.1 度かった。あ、確かに3時、今6度6になった。電気もつけれるらしいぞ、皆さん。おお、なんか、なんかいろいろあるね、リビング。リビングだ。何ここ、リビングダイニング。あ、上は電気あるかも、ここ、ピノさん。つけろつけろ。どこある、どこだ。ボタン探して、ボタン。ボタンあった。よし、電気がついた。あ、ついたついた。体温が 0.1 度上がった。36度6分、やばい。まずい。まあ36度6分なんだけど。うわっ、まずいか。でも今ちょっとさ、さっきよりかは 6.6 ね。うん、さっきよりかはちょっと上がったけど。あ、戻った。あ、戻ったのか。 6.5 になっちゃった。時間が経てば自分の体温下がっていくのか。なるほどね。うわ、早いな。早いな。体温下がるの早いわね。早いね。体温上げる方法探さないといけないだから。お母さん来るよ。お母さん、いい加減学ぼうか。左からね、車来るんだよ、お母さん。聞いてる？ねえねえ。お母さんねえ。これがタイムループというか。そう、これが死に戻りだよ。タイムリープですか。タイムループですか。ルールだね。さあ服着て、はい。え、まだだよ、着るの早いんだって。チロさん着るのまだ早いのか。そこそこだ。36度6になった今。電気つく、電気、さっき、さっき。え、まだだよまだだよ、すぐ下がっちゃう。あ、そっか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 。トイレは何もない。なるほどね。トイレなんかある？いやー、なさそうですね。なさそうです、なさそうです。皆さん靴着て。これでないもん、一発で。この暑さ、これは鍋だ。豆乳鍋か。鍋なんかクリックできる。あ、できる。熱々の鍋がつついた。いたいたいた、あ、じじじ、いたのに。いた、口の中とかやけどしたく、体温が 0.1 度上昇。なになになに、38度。え、これをしたら、あちゃ、危険な行為。ようやけどした、 1.5 度。やけどした、まずい、やばい。でも38度なんだよ。38度。38度、豆腐じゃなかったの。豆腐じゃないんだね、これ。ピノ、豆腐かと思ったんだけど。あ、計測の時間来たよ。でも今37度5超えてるんじゃない。 7.9 度あるよ。これ、けるんじゃないか。37度9。じゃない？おやすみおやすみ。行けたんじゃない？37度5未満じゃないから、うん、まだ学校行かないんじゃない？休みなんじゃない？お母さんも助けることができるんじゃない？これで。そうだよ、これで未来変えれるんだよ、ピノさん。どう？お母さん休んでいいでしょ。これでもういいんじゃない？クリアしてってことでしょ。全然体力増えないね。増えないね。ね、お肉満タンなのに体力増えない。一度半分しかないけども。これいいの、休んで。今日はもう休みなんじゃない？じゃあお休みしますね。そっか、11時か。じゃあもう俺自分の部屋帰ろう。もうこれだったらさ、もう家の中でゲームしよう。さあ11時よ、熱どうなったかしら。え、37.5以外は学校。うわ、37.5。ギリギリじゃない？未満だから。未満は37.5含まないはずだからね。そっかそっか、計測時間があるん
だ。ああ、そう、思い出した。さっきさ、上にさ、今回セーフだよね。そう、今回セーフだから11時3時、うわ、13時15時だから、ピノさん次13時だよ。ピノさん13時だね。やばくない？今30度。コート着て、あ、ピノさんコートあるからか。あと電気だよね。チロルもう37度2しかないよ。まだだよ、押したらダメだよ。タイミング、タイミング、タイミング大事だよ。これ鍋ってどれぐらい終わった？結構痛かったよ。うっそ、これでもやばいんだけど。チロルだってもう測定、鍋落ち着いた。いやー、1 1か。じゃあいけるか。やばい、ピノさん電気つけ、電気つけて、早く早くつけて。はい、え、足りないよ。チロル37度4で、よし、コート来ちゃった。ちょっとコート来ました。ピノは 7.6 度です。チロルも37度5あるから。あ、チロルさん 0.1 度足りないよ。やばい、学校、いや、ピノはお休みです。37度5秒学校行くよって。嘘でしょ。あー、皆さんもさ、連帯責任20秒も変わんないもんだって。 0.2 誤差、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 誤差なの。お母さんもう学校やめた方がいいだもん。俺今日さすがに無理だと思う。え、でもさ、時間違うからさ、緑色の車いないんじゃない？あ、確かに。え、いないんじゃない？いない、いない、いない。ブレーキ効かない？うわ、えー、そっち、そっち、ブレーキ効かないの。だから皆さん、どうやっても死ぬんじゃない？死んでしまう悲惨な未来ってこと。そう、学校を休むしかないんだよ今日。急げ。いや、今惜しかったな。今惜しかった、かなり。で、一回まず体温計取るところから始まります。ここそうだね。よし、まず左手に持って。 OK、 左手に持って。どうすればいいんだろう。一応こうと思って。あ、一応こうと思って。37度5って結構難しくない？ないよね、この辺。来ちゃダメだよね、青いコートね。来ちゃダメだ。そうだね、まだだね。なんでさっき38度まで行ったんだったっけ。あ、あれか、ちょ、大やけどしたんだ。そうだね、一旦最初しとくか。いや、まだだね。まだか。言われたらだね。あ、言われたら押せ。そう、お母さんに話しかけられたらだよ。あ、ギリギリで押すんだね。あ、賢い。もうめちゃくちゃ天才こいつ。本当に実体験ありそう。いや、ないよ、ないよ。大やけどなんて実体験ないよ。ない、ね、怖いよ。ないね。オッケー、38度。オッケー、お母さん、今日熱ある。ごめん、俺。お母さん、8度ある。ある。今日38度ある。もうね、正直、インフルエンザじゃないかなと思う。ああ、7.9 になった。オッケー、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 オッケー。よし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 。よしよし。だから、体温を上げる方法を探さなきゃいけないね。そうだね。まず、電気つけれる。鍋つつとく、とりあえず。鍋も一応温度上がるんだよね。でも、鍋結構、体力的にね、もうあとね、2.5 しかないんだよね。なんかある？見つけた。熱いコーヒー。飲むと 0.2 度、体温が上昇する。やけどする可能性あり。体力2つ。なるほどね。来た。どうするどうする。今37度6。まだいけるか。一回この計測時間は耐えられるか。そうだね。11時は耐えられそう。そうそう。ここならまだね、37度5未満じゃないから、ギリギリじゃない？これ大丈夫かな？ギリギリ。あ、ギリギリセーフ。セーフ。だから、この熱いコーヒーで 0.2 度上昇することできるから。体力2つ回復するってこと？そういうことか。どういうこと？じゃあ飲んでみようかね、一回。うん。どういうことじゃない？あ、違うね。減ったね。うん、ブチってさ、ブチ。あ、でも、お鍋つつくのは体力1だったよ。あー、なるほどね。来た、お鍋つついて、あ、37度6。オッケーオッケー。一応来た方がいいか？そうだね。コート切るか、コート切ます。0.2 度上昇。オッケー、0.2 度上昇。今37度7分。やばい。1時。計測時間。でも体力もう半分しかない。まずい。お母さん、まだまだ、まだ体温下がってなくて。まだ熱あるかな？皆さんもあるよね。あ、あるよ、あるよ。あるあるある。7.6 だよ。そうそうそう、まだあるから、お母さん、ごめんね。ちょっと学校行けないかな？調子悪いか。よしよしよし。行っちゃうとみんな死んじゃうんだ。行っちゃうと死んじゃうんだ。あとは、電気2つと。あとね、皆さん、お風呂場ある。お風呂場あるの？どこ？これ。お湯浸かる。絶対これ。あのね、体温上がる方法絶対これ。皆さん、え、これ上がる？お湯入ってたらさ、体温上がるよ、ね、水なんじゃない？こんなシビアな、やばいやばいやばい。え、何もない。どうにかしてあげないと。皆さん、電気押そうか。電気一回、電気押そう。チロル電気押してくるね。オッケー。これチロル押したら全員上がるんだよね。上がる上がる。オッケーオッケー。なるほどね。電気はじゃあ押して、オッケーオッケー。今37度5。やばいやばい。でも15時、15時、まずい。いけるこれ。いけるか。いけるか。ギリギリ。うわー、マジかよ。マジかよ。これ 0.1 度足りないよ。37.4 度だ。37.4 度。これまたブレーキ効かないやつ。どうなんだろうね。どうなんだろう。時間違うからね。確かにね。緑の車はいないか。いや、いないいないいない。いけるか。あ、ブレーキだ。あ、ブレーキか。お母さん、ブレーキ。お母さん、ブレーキ。点検行けよ。点検行けよ、その車さ。せーの、ペッペレペッペッペまず体温計。でもさ、計測時間今のさ15時だったから、今の乗り越えたらいける説あるか。いや、惜しかったよ。惜しかったのか今。じゃあ、でもさ、これ以上なくない？え、お
風呂はだって上がらなかったでしょ。お風呂上がらなかったからふんふん、これ以上何かあるって話だけどね。外に行けるんだけどさ。あ、外行くか。どうする。一回でもさ、まず今回のまず1回目の測定の時にさ、コンロで爆発しないともたない。あ、確かにね。そう、絶対ここで9時か、9時の測定にはこれを押さなきゃいけないから。うん、押した。押して押して押して。 OK 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 OK。 これ38度です。38度です。38度ですので、これでじゃあいけるんじゃない。37度9と38ね。チロル絶対お風呂何かあると思うんだよね。じゃあもうコート着てていいのかな。いいんじゃない。もうはい、38度1 OK。 お風呂絶対何かあると思うけどね。何かあるのかな。何かがないと、だって今の感じだと今のところ無理だもんね。さっきの段がね、今見つけるってやつ全部やっても絶対無理だから、どうにかするしかないんだって。でも何もなさそうだけどね。お風呂に使ってるとじゃないの。普通に考えて、だってお風呂に使わないと体温って上がらないから。頼む頼む頼む。お、来た来た来た。冷たい。7冷たいよ。お風呂で体が冷えた。何か出た。出た、ほい、出て。やばい、何も出ない。冷たいお風呂入ってて、多分長時間使ってたから体温 0.2 下がった。今37度5だから。ピノチロ、オッケーオッケー、セーフセーフ。ギリギリギリ。お風呂やっぱあれ冷たいんだよ。冷たいのか。なるほどね。あ、もうコーヒーだコーヒー。次チロル乗り越えられないかも。飲むね。他に何かあるかな。とりあえず今37度8来た。外見てみる。外、チロル外見てみますね。うん、外ね、別に何かあるわけでもなく、37度6、特にな。やばい、一時来た。チロルもうないよこれ。やばいよ、皆さん体力もないし。ちょ、お鍋触ってこ。お鍋。よっしゃ、どう。37度5。おー、セーフ。危ない、でも無理だって。次がピノさん。どうするどうする。ピノもね、7.8 だからね。まずいな。37度6チロル。ラストなんだけどな、次。そう、次を乗り越えたら学校休めるんだけど。そうだよね。これどうするべき。どうする。あ、皆さん、樽。樽？何？樽。冷えピタマックス。え？頭に装着できる。冷えピタマックス。冷えピタってさ、熱下げるもんじゃないの？つけてみてよ、つけてみて。チロル、もう37度4しかないもんだって。体力ももうないし。あ、マイナス 0.2 度。ついてる。これはこれで可愛いけど。可愛いけどさ、熱下がっちゃったんだよ。なんかスケボーしてるみたいな。ああ、この人、暑いのか寒いのか分かんないぞ、お母さん。ああ、37度2。ああ、だからこれさっきと同じだよ。お母さんの罠にはまった。冷えピタあったんだ。どんな感じなのこれ。熱出したと聞こうだよね。寒、なんかね、ブルブルブル。そうそうそう、なんか熱出したときってさ、寒くなんだよね急に。でも熱下げなきゃいけないからね、冷えピタ張ったりするんだよね。お母さん、ブレーキ聞こう。ブレーキ、あの、直しないのまだ。お母さん、え、そうでしょ。え、車検。うわー、車検ね、車検。それ違うのよ。最近ピノたちがハマってるリゼロなのよ。あ、そうなの。これゼロから始める他人生活じゃないのこれ。他人生活。何かさ、こうする方法ないの。いや、最初は絶対鍋なんだよね。お鍋ね、最初は絶対鍋ね。違うか、お鍋じゃなくて危険な行動か。あ、そう、危険な行動。この大やけどね。そうそうそう、これしとかないと無理。でもこれしてもまだ無理だから、一応コーヒー持って。そうだね、一応コーヒー持って。オッケーオッケーオッケー。これ持って。冷えピタいらない。冷えピタ、そう、冷えピタね、絶対お茶もアイテムだから。これどうした。逆にさ、どうしたどうした。投稿すればいいんじゃない。自分でな。どう、車じゃなくて。そう、ギリギリ。その可能性ある。一回9時だから測定タイム入るのかな。オッケー。9時。あ、わばば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 。石炭見つけたけど、石炭なんか焼くのかな。え、焼くもの。冷えピタ。冷えピタ焼けんの。嘘でしょ、冷えピタ焼けんの。嘘、冷えピタ焼けんのこれ。大丈夫かな。普通の常識じゃ焼かないけどね。普通の常識の人はね。ボタン、じゃ電気つけとくね。一応電気つけて。え、何か焼くってことなんじゃないの。焼けないの。コーヒー、燻製器。いや、コーヒー焼けない。いや、ないよね。無理か。11時ね。11時でもまだ37度5切ってないから。そうだね、まだ耐えられる。そう、まだ耐えられる。よし、測定して。だからまあこれだと大丈夫でしょね。大丈夫でしょ。いけるでしょ。まだお母さん、いけるんでしょ、ね、37度7ですから。じゃあコート着まーす。はい、オッケー。37度クブです。もうこれね、重症ですからね。37度9って。お風呂、お風呂は邪魔。これ絶対入んない。これ危険だからね。危険だね。これね、罠だから。冷たいお水入ってるの罠だからね。いや、お風呂は何もないんだよな。そうなんだよな、何もないんだよね。コーヒー飲んどこう。OK、コーヒー飲んで、残り、1.5 で、今37度9だから、多分1時もこれで乗り越えられるんだけど、出れない皆さん、外。ん？外無理。外行けないわ。あ、出れないの？だからこれ投稿できないから37度5でしょ？うんうん。
37度7。これ次がダメなんだよね、皆さんね。そうだね、ガストがね難しいんだよ。そう、15時の時にいつも37度4なんだよ。これでお鍋触るか、お鍋触って37度8。でも特定の時になったら下がっちゃうんだよな。でそうなんだよね、37度5切っちゃうんだよ。だから何か探すしかないんだよ。皆さん一回見ておいて。オッケー、やばい、まずい、やばい、測定時間来るな、これ15時。やばい、また俺たち家族が、何回俺たちは死ねばいいんだよ。こんな未来なんて嫌だよ。人工器具さあ、待て待て、絶対変えてやる俺が。次の俺頼むぞ。今ならいける、今ならいける。 37.5 です今、これいけるんじゃない。うわー、下がった。だからギリギリなんだって、皆さんギリギリで下がるんだけど。だから何かないといけないんですよ。さあ、学校行くわよ。来たよ、もう聞きたくないよそのセリフ。ねえ、聞きたくないよお母さん。もう冷えピタ貼ってやる。やめなさい、やめなさい。諦めてんじゃない。次のは俺たちが何とかしてやるからな、お母さん。ブレーキなんて踏むんじゃねえよ、アクセル全開だろ。ねえ、ダメだよ。レバンガは結局何？レバンガの謎解くか。レバンガ、レバンガ、あ、ん、頑張れ、頑張れじゃないのこれ。逆から読むだけ。頑張れだって。ふざけんな、でも何のヒントもないじゃん。時間無駄にした、時間無駄にしたね、これね。あ、でもあと 0.1 あればいけるもんね。そうなんだよね、あと1あればいけるんだよな。いやでも石炭食べるとかも。食べる、でも石炭一つしかないんだよね。洗濯物着るとかじゃないのかな。ズボン系ないか、ズボン系、コートがあったらズボンもありそうだけどね、ピラさんね。おー、確かにね。そうなんだよね、取り込めない。あ、なんか、え、窓を閉めた。あ、入れてくれよ。え、窓閉めるの、ここで窓を閉めて気温が熱くなり体温が 0.1 度上昇。どうやって戻ればいいんですか。ベランダに締め出された。エナーデン、開けれねえんだよ。お願いします、鍵を閉めないでください。いや、測定の時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 集合して、測定の時移動するでしょ皆さん。測定、測定、くる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 、オッケー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 、ボタン押してきた、押してきた、チロ押してきたよ。はい、起動した、オッケー。よし、でもね、ピロンさん、でもさ、今38じゃん。うん、窓閉めたじゃん。うん、で、0.1 なったんだけど、なんか、ね、手を挟んだんだよ。手を挟んだ、うん、体力減ってんだよね、窓閉めて。どんくせえな。いや、そういうことじゃなくて、この上を押したらできるけど、ほら、え、ここも38度1なんだけど、体力がもうね、ないのよ。 0.5 しかないのチロルも。どうするの、手挟んでやってるから。指がないってこと。そういうこと、そんな、そこまで言ってないんだけど。手がない、そこまで言ってないんだけど、手を挟んでるだけで、ね、だからさっきのさ、鍋つついたの変わんない気がするんだよね、わかる。鍋は無限につつける、鍋は無限につつけるんじゃない。でも体力がないんだよ。いでー、そうそう、だからチロルも体力が 0.5 しかないから、コーヒーも飲めないんだよね。コーヒーの方がいいんじゃないかなと思うんだけどね、飲むの。そうだね、 0.2 だからね。そう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 、窓を閉めれることは分かったけど、体力減るからちょっとこれも注意しないと、いろいろ今回とかやばいかな。皆さんは何度？ 8.1 度。ね、だから窓閉めたから全員が体温上がってるから、あ、そっかそっか、窓閉めたら全員が上がるんだ。こうときます、37度9。一回13時は乗り切れるか。うん、あとどうするかだね。あとどうするか、チロル今回やばいかも。37度8だ、冷えピタ張るかも。冷えピタ張っちゃうか。諦めるんですか。冷えピタ張ろう、冷えピタを石炭で焼きましょう。んじゃあもう俺は諦めて。もう諦めちゃダメかな。石炭で焼く、うん、焼くよ、焼ける、焼けるわけないでしょ。ええ、焼けてる、焼けてる。え、熱された冷えピタマックス、熱々の冷えピタマックス。どういうこと、どっちどっち、熱々なの、冷たいのどっち。大丈夫かな、つけるよ、焼けてるよ、つけるよ、つけるよ。はい、どう、熱くなった冷えピタを貼って暖かくなった 0.2 度プラスです。え、来た、ひなもじゃあ鍋つついとく。よっしゃー、37度6だ。何死んだ、え、死んだ。はははは、ちょっと。皆さん死んじゃダメでしょ。死んだ。新しいこと分かったね。てれ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 て、新しいこと分かったね、今ね。冷えピタが焼けるだと、2個焼けるんじゃない、もしかして。いや、冷えピタは1個しかないからね。え、1個だった、うん、下に1個しか入ってなかったから。嘘、2個じゃないの。いや、1個だったと思うよ。冷えピタ焼こうか、まず。じゃあこれ新たな発見ですね。ほら、1個しか入ってない、まず冷えピタマックスが1個しかないから。ふんふん、あ、1個なんだね。そう、片方しか無理なんだよ、皆さん。これじゃんけんだな。じゃんけん。ピノさん、さっきチロルつけたからね、つけていいよ。今回ピノさんつけていいよ、それ。いや、別にいいよ。いいよ、つけなよ。いや、つけろよ。いいの？いや。じゃあこれ押して。はい、押せ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 。やばいやばいやばい。これで一回38度になりました。測定で38度、OK。今38度です。じゃあチロルつけますよ、ヒーピタマックス。うん。ヒーピタマックス、そして熱いコート。はい、もう38度3分来ました。よし、電気つけて。OK、今38度4分、OK。ここまで来たら、いいんじゃない？あと何だったっけ？あ、コーヒー、コーヒー。あ、コーヒーか、コーヒーの。コーヒーか、お鍋か。絶対必需品ね。オッケー、38度6。オッケー。
これで38度、6と38度、4か、ピノさん。ふんふん、オッケー。じゃああと体力が 1.5、 どうするか、何に使うかだよね。窓は、窓を閉めたら、窓を閉めたら、けどダメージくるからね。ダメージが 1? ダメージわかんない、1か2だったと思う。わかんないけど、いや2だったら死んじゃうな。そう、死ぬから一回閉めてみようか、チロルが。一回熱測ります。11時よ、ね、危ない、お母さんまだ熱ある。お腹見てこれね、冷えピタ熱いの張った怒られるんじゃないこれ、普通怒られるよね。一回まだ閉めるよ。うん、いった、1減ったハートが。うわ、1も減るのか。え、でもお鍋つつくのと変わらないよね。あー、そうだね、お鍋つつくのと変わんないかな今。だからそうだね、変わんない。閉めます。上の方だね、この上の。オッケー、窓閉めた。オッケー、 0.1 度上がった。これってどっちも上がるのかな。チロルも上がってる、うん、上がってる、うん、2人上がってるこれ。じゃあいいね、いいね。だってお鍋は片方しか上がらないもんね。あ、確かに食べた方しか上がらないよ。足りるかなこれね。これで足りるかな。どうだろう。お母さん、これもう37度5未満じゃないかも。13時か。13時お知らせします。13時はさっきも乗り切ったから、うん、でも結構高いんじゃない38度2って。あ、チロルがか。チロル冷えピタ張ってるからか、ね、ピノさんは違うのか。そう、 0.2 度ずれてるんだよ。そっか、これだよな。なんかね、レバーあるんだけど。え、押して、何、どこ駐車場。あ、ほんとだ、レバーあるじゃん。いいのかな。そう何もなんねえよ。何もう分かんない。何が起きてるの。15時。え、何これ。煙起きてる。トイレから煙が測定。え、ピノさん37度6あるじゃん。窓閉めたから2人が上がったからさ。いいの？熱も下がらないし、今日学校休みなさい。うわー、来たんじゃない？やったー、未来を変えることに成功。成功しましたー。危なー。じゃあ皆さんギリギリだったんじゃね。ギリギリだ。何この煙、爆発する。この煙何？え、横？あ、お風呂だ。お風呂だよ。お風呂。え、お湯が沸いたってこと。レバーじゃない、あの外の。上がるのこれ。え、これ上がんのかな。え、まだ上がる方法あったってこと。じゃあ、え、暖かいってことこれ。でもそういうことだよね、この感じ。あー、上がってる。上がってんの。あ、ほんとだ、 0.2 度上昇した。うん、あ、お風呂でもういけたんだ。あー、なるほどね。なるほどね。ギリギリだったんだ。いや、お母さんよかったね。よかったね、お母さん。車点検行ってきてね。そう、車点検しようか、あれな。うん、頼むよ、ほんとに。うん、じゃあ遊ぶか。じゃあ遊ぶぜ。うん、